デビューしてもうすぐ6年のアイドルの出来婚ってどう思いますか？まあ別にできちゃったんならしょうがないんじゃないですか。もうだって、要は、アイドルだろうとなんだろうと、やる子はやるわけじゃないですか。その、アイドルだから恋人がいないとか、アイドルだからそのなんか彼氏彼女がいないとか思い込みたいのはわかるんですけど、残念ながら、やっちゃってる人いっぱいいるわけじゃないですか。AKB のセンターだった指原さんとかも、ファンとやっちゃいましたっていうのがもう確定事実としてあったわけじゃないですか。要はそのなんか AKB の中でアイドル論とかを語ってる指原さんですら、ファンとやっちゃったわけで、なのでもうそういうもんなんだと思うんですよね。もう男女ってそういうもんでしょって思った方がいいと思いますよ。なのでもしそういうのが嫌だったら二次元の方にファンになるといいんじゃないかなと思います。とはいえね、二次元のファンになってもね、最近だと VTuber っていうのって中の人ができてたりするんですよね。いや、その VTuber この子可愛いと思ってたら、その中の声優さんとなんか所属事務所の社長ができてるみたいなのがあって、そのなんかまあ VTuber としてはやってないことになってるけど、中の声優がやってたらそれはその魂がやってることになるから、それはどうなのみたいなのがあって、なのでなかなか難しいですよね。まあ声優もほら結局人間なんでやっぱやっちゃうじゃないですか。なんか多分その合成音声でおっさんが作ってるっていう VTuber か、ネカマの VTuber が多分一番こう不幸にならないと思うんですよね。ネカマのセクシー VTuber の方がいらっしゃるんですけど、中身男性なんで、その、要は男性といたすということが一切起きないんですよ。なので、多分その好きになっても、その、誰かに取られるって経験しないと思うので、ネカマの YouTuber の方を見つけてファンになるといいんじゃないかなと思います。はい。アイドルと一度も付き合ってみたいんですが、どうすれば可能性がありますか？金持ちになればいいと思います。顔は自分でもそんなに悪くないと思ってますが、普通のサラリーマンです。30歳です。顔関係ないです。金ですね。